さあ、いよいよ動き出しましたね。クロスワードパズルか。いや、AAA の謎が一番気になるわ。誰なんだろう、マジで。なんかわかんないけど、アラナさんの時とかもなんか教えてくれたけど、そのイアンに近づくなっていう、そのなんていうの、その危機、なんていうの、その警告をしてくれたわけじゃないですか。ルークのことを多少慕ってくれてるっぽいんだよな。でもあなたの望みなら止めないよっていうことだと思うんだけど、一体どういうことなんだろう。気になるね。相手は海戦参戦のカジノオタンたちだ。頼りにしてるよチェスレイ。ボスのご期待に沿えるよう魅力を尽くしましょう。あ、ワンラウンドミッションか。マジ？スロットとルーレットとなんだっけ、あれなんて言ってたっけ。ちょっと操作手順見ましょう。カジノオーナー3人だよね。スロットカジノ、あ、カードカジノで、ルーレットカジノか。これさ、あ、待って、なんかさ、オーナーさ、カジノを今中断して、あまあまルールっていうこのスイーツ屋さんやってるみたいな、なんか張り紙見なかったっけ。だからあまあまルールとカジノハイローとスロットカジノじゃない？多分そうだよね。まずあまあまルール行こうか。じゃあ、ブロッサムカジノ街、あまあまルール店内。綺麗。いらっしゃい。でもすいませんね、今商品が完売しちゃってパティシエ待ちなんですよ。すごい人気なんだな。どんなスイーツなんだろう、気になる。そうだ、甘そうだったルーク。はあ、じゃなくてお願いします。お、実はこちらのスイーツではなく、カジノのオーナーの居場所を探してるんです。ああ、それなら私だよ。あの、もし店長さんがご存知だったら。え、あなたが。まあ今はこっちのスイーツ店のことで頭がいっぱいだけどね。カジノのオーナーもまだまだ辞めないつもりでいるよ。なんといっても儲かるし。よかった。実は僕、闇カジノに挑戦しなくちゃいけないんです。合言葉を教えてください。この町の王はうちのスイーツみたいに甘くはないよ。はい、分かってます。それでも僕は行かないと。やれやれ。そんな目をした若者に死んでほしくはないんだが、答えないわけにもいかないね。私が、教えられる合言葉はルーレットだ。あとは他のオーナーに聞くといい。ありがとうございます。もしも帰ってこれたらまたうちの店においで。今度はスイーツがあるときにね。ありがとうございます。いや、てか挑戦者ごとにランダムなのにルーレットっていう一番そんなぽい合言葉使ってんの、なんか本当かってなるな。合言葉の一つはルーレット。ルーレットか。思いのほか直球で攻めてきますね。ね、本当にね。よし、 OK。 さあ、情報入手。さて、となると待てよ。あのさ、スロットカジノのさ、人がさ、このマリオネットセブンになんかしつこく来るって、ほら、熱烈ファンに困惑中ってあるじゃないですか。つまりそういうことじゃね。だって今からさ、ハイロー行ってカジノって行けないじゃん、3たす2だから。でもそうだ、多分これマリオネットだ、あのスロットのオーナーがいるの。あの情報を見たから分かること。ブロッサムカジノ街、中央広場、マリオネットセブンブース前、鏡の中のマリフォネッツ。まだ会場前だというのに一人の女性が入り口の前に並んでいる。絶対この人だ。すみません、ちょっとよろしいですか。あら、何かしら。いくら積まれても最前列は譲れないけど。いえ、ここのショーじゃなくて、あ、ここのショーの行列のことじゃなくて、あの、実は僕、カジノのオーナーを探してるんです。
実は闇カジノへ行くために。へえ。あなたが？ちょっと意外ね。真面目そうな子なのに。いかがですか？へえ。ええ。同感です、マダム。ですが彼は真面目すぎるがゆえに、かの地を目指そうというのです。興味深い話だとは思いませんか？そうね、最近は真面目そうな子の間で王に挑むのが流行しているのかしら。私がお探しのカジノオーナーの一人よ。スロットカジノセブンのね。やっぱり。そうね、あなたが望むなら王から託された言葉を教えてあげる。お願いします。そう、それじゃあ言うわ。あなたに告げる言葉はスロット。なるほど。マジでまんまだな、おい。じゃあ最後もなんかカードとかハイローとかだろ。スロットを止めるも止めないもあなた次第。後戻りするなら今のうち、立ち止まってよく考えてから進むといいわ。ありがとうオーナー。ストーカー行為はほどほどにね。合言葉の一つはスロットか。ええ、スロットカジノのオーナーらしい言葉ばかりでしたね。さあ操作成功。情報入手、スロットとルーレットで最後は普通にハイローを言っていいのかな。カードが得意なディーラーを募集中。うん、多分普通に言って良さそう。ラスト行きましょう。足的にもここしか届かないし、もうブロッサムカジノ街、カジノハイロー店内。あら、むむむむむ、すごい肩の出し方してるな。一番奥のディーラーテーブルでチェズレイと赤いドレスの女性が対峙している。3枚のカードをテーブルの上でシャッフルしたチェズレイはその3枚を並べてみせる。女性はチェズレイの顔をしばらく睨みつけた後、1枚のカードを指さした。これよ。へえ。残念、また外れです。張り合いのない。え、そんなはずは。おかしいわ、私がこんなシンプルなシャッフルで見逃すはずは。そうですね、こんな簡単な真実も捉えられない瞳捨ててしまっては。くっ。いい顔だ。負けを認めになったのならさっさと吐いていただきましょう。それでカジノオーナーだけが知るという闇カジノの合言葉を。もう一度勝負よ。おや、またですか。私は構いませんが、隣にいる私のボスが何というか。ああ、冷徹なボスのことです。土下座よりずっとひどいことをあなたに要求なさるかも。ボスって僕のことだよな。それなら答えは一つだ。すみません、オーナー、申し訳ないですが勝負は終わりです。つまりカジノ王から預かった合言葉を教えてください。ふん。合言葉ぐらい後でいくらでも教えてあげるわ。その前に勝負の続きを。くそ、そんなことをしてる場合じゃない。今すぐあなたが知る合言葉を教えるんだ。僕はすぐにでも闇カジノに向かいたい。向かわなきゃいけないんです。う。どうやら答えは出たようですね。それであなたがどうしても勝負をお望みなら、後日私が個人的に受けたまりましょう。今日のところは合言葉を。ふん。わかったわ。後日があればいいけどね。合言葉はカーズ。これでいいでしょ。なるほど。だそうですよ、ボス。やっぱりだ。まんま直球だ。助かったよ。ありがとう、シェスレイ。君がいてくれて助かった。お許しください。つまらない勝負でした。ボスにはお目汚しでしたね。いや、カーズという合言葉が分かったのは君のおかげだ。ありがとう、シェスレイ。スロット、カーズ、ルーレット、そのままだな。さあコンプリート。完璧ですね。操作ミッションクリア。闇カジノの鍵を入手せよ。
さて、ただこっからは普通にクロスワードパズルを解かなきゃいけないけど、簡単かな。同日昼、カジノ街中央広場。とりあえず思い当たる場所は訪問した。得られたヒントはスロット、ルーレット、カーズ。よし、全ての情報が集まったぞ。ブン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 、キキキキキ。あ、それはあの違うカーズでした。プイプイ。あ、それモルカーでした。このクロスワードの答えが闇カジノの鍵だ。解けるだろうか。なんか結構簡単そうじゃないか。さて、え、どうしたらいいの。操作で得た言葉をどう当てはめるか、おそらくそれがポイントだ。操作で得た情報は操作手帳の中にある。必要に応じて確認しよう。うん。このクロスワードの答えは。はい。正しい文字を入力しよう。あ、なるほど。スロット、カーズ、ルーレットだと思うので、最初はスロットなので L。で、次は、カーズなので、A かな。合ってるよね。で、最後はルーレットだから R。 LIAR。 あ、でけ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 じゃない。ほにゃほにゃゲームじゃないこれ。嘘つきですか。あ、ライヤーって読まんのかい。デレ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 、バーカだよねーじゃん。では、この言葉が鍵だということ自体嘘かもしれませんね。確かに。え、嘘ですよ。え、何が、どれが。ライアーで正解だと思います。それが闇カジノの鍵かと。なんでチェズリー今ちょっとちょけたん。ナンバー408も気になるけどな。ちょっとやったー、ヒーローゲージマックス。結構あれだね、 S ランク取れてるね。同日昼、カジノ街中央広場。チェズレ、ありがとう。おかげで鍵が判明した。カードカジノでは素晴らしい腕前を見せてもらったしな。一緒にいたのがボスだったからですよ。切れ者の他メンバーの前では手の内を見せる気になれませんのでね。おい、誰が鈍感だ、鈍感バカ野郎だって。深く考えるまい。とにかくこれでアーロンのところに行ける。でもその前にちょっとトイレ。え。お、いたいた。あら、モンクマさん、ごめん遅くなった。報告メールありがとな。いえ、公安本部の後始末お疲れ様でした。このチェズレイのテーマソングいいな。あれ、ルークはお一人で向かわれましたよ、獣の救出に。え、なんで嘘言うの。チェズレイ、鍵俺にも教えてくれないか。お断りします。ボスの心を汲みましょう。潜入先はディスカードの巣窟。分かっているのは入り方だけ。どう考えてもこちらの部が悪い。ここで全滅したら元も子もない。散るなら自分だけでいい。ボスのご判断は真っ当です。だからって手をこまないで待つってかい。いけませんか。今回の目的はあなたと同じ裏切り者の救出です。付き合う義理もありません。なのにね、ボスには呆れましたよ。あの人、どんなに手広く裏切られても濁りそうにない。私はああはなれません。なりたいとも思いませんが。あら、ちょっとなんか寂しげな表情。こんな地図で初めて見たね。お前、まあボスに従うと決めた以上、それをたがえるのも美学に反する。
そんなわけで木馬さん、落としどころの提案です。なんだ。同日夕方、潜水艇ディープワン潜水ポット内。魅惑の深海探検にようこそ。どんな落としどころだったの。我々は今海底までゆっくりと降下している。係員によれば鍵は扉の前で使うらしい。うん、おそらくあの鉄皮の前で鍵の言葉を問われるということだろう。おお、窓の外を見てくれ。色とりどりの魚たちが勇敢な冒険者を出迎え。くそ、もどかしい。早く鉄皮へ、早く。あ、ルーク、もしかしてトイレって言って嘘ついてきたの一人で。あ、そういうことだったのか。あ、それを汲んで気づいて木馬には真実を伝えたんだ、チズレイは。あ、そういうことか。深海が抱く本当の闇へようこそ。いや、雰囲気大事にするタイプ、雰囲気を大事にするタイプ。闇カジノなのに。海底の岩を抜けた、もうすぐ。あ、どうした。何。あ、あれは嘘。アーロン。あ、嘘だ、まさか、まさか。やばい。あ、息がある、まだ間に合う。どうやって救うんだ。でもなんとかここに引き入れられないのか。カーロン、今助ける。そうか。あ、ガラスじゃなくてちゃんと開けんだ、そこ。ねえよ、やらねえよ。そんなこと言わないで、やろうよ、ヒーローごっこ。あら、しつこいな。クソだ、あんなもん。なんで。アーロンが教えてくれた遊びなのに。慣れないもの真似したってしょうがねえだろ。ん？ねえアーロン、やろうよ、やろうよ。うるせえな、ヒーローなんていねえんだよ。だ、揺さぶんじゃねえ。冗談だろ。何してんだてめえは。なんだここ。
下水道。アロンはよかった。でも薬が。アロンに何と言う？無事でよかった。正直気まずいよな。また君に助けられたな。また君に助けられたな。皮肉か。違うんだろうな。だから救えねえ。頭が湧いてるよてめえは。なんで裏切ったやつを助ける？いや、結果的に助けられたのは僕の方っていうか、うっすらだけど見えたよ。君が落としたあの瓶、解毒剤だったんじゃないか。解毒剤を諦めたアロンに解毒剤って言ったな。ごめん、謝らないよ。後悔はさせない。うわー、どれがいいんだろう。後悔はさせないって言いたいな。よか、ヒーローだもんな俺たち。後悔はさせない。僕に責任を取らせてくれ。絶対にアラナさんを失わせたりしない。慈善家もそこまで行くと病気だな。なんだ責任って。これは俺の問題だ。自分の問題のためにお前らを裏切ったんだよ。いい加減。君は裏切ったわけじゃない。助けたい身近な人を、アラナさんを助けようとしただけだ。やめろ。ヤサオさんをかばったことも聞いた。他の何よりもまず目の前の命を選んだんだろう。やめろっつってんだよ。今だってそうだ。解毒剤を諦めてでも僕を助けてくれた。君は身近で苦しむ人を見捨てられないんだ。聞いてくれ。僕も今日大勢の人の未来より君を救うことで頭がいっぱいだった。多分一人一人には身近な人を助けるくらいの力しかないんだ。だからヒーローには相棒が、仲間が必要だ。一緒に守ろう。アララさんもみんなも。俺は言ったはずだ。ヒーローごっこはうんざりだと。ああ、だからごっこじゃない。本物のヒーローになるんだ、二人で。てめえがそうやって、そうやって青くせえことばっか抜かすから。おい、さすがにひる。だからガキくせえ夢がちらつく。ヒーローだと、そんなもんとっくの昔に捨てたはずだったのに。アロン、おやおや、かのビーストがなんともしおらしい。え？チェズレイ？アモンコマさんも。いいざまですね。胸がすきました。
二人ともなんでここに。いやチェズレーには脱帽だよ。ここまでの大勝ちはおじさん初めて見た。え、さっきおたくらを切り刻もうとしたでっかいファン、あれチェズレーが止めたんだ。僕たちがあそこを通ることが分かってたっていうのか。わずかな可能性にかけてみたまでです。ギャンブラー。エントリー前に違反したものは水中で見せしめにでしたよね。そうだ、水中でって言ってた。万に一つ脱出できるとして、出口は排水口くらいしかないでしょう。でしょうか、でしょうかね。まあそれこそギャンブルです。楽しかったですよ。幸先いいよね。この月があればカジノ王にも勝てちゃうかもよ。と違うか、月がなくても勝てるな。ヒーローが二人もいるんだから。うん、はい、僕たちこれまで以上に頑張ります。よろしくお願いします。やっぱりルークの一番のお嫁さんはアロンやな。何が僕たちだ、何の話だ。ああ、こんな寒々しいやりとりが現実にあるなんて、感動のあまりおかんがしてきたので、お先に。実際ちょっと寒いよねここ。ルークたちはなおさらでしょ。オフィスでキュッとやりながらいろいろ練り直そうね。アーロン、僕たちも行こう。いや、めっちゃルークかっこよく見える。今ルークすごいかっこよく見える。本当に俺さっきチェズレイさんとモクマさんが来るまでちょっと泣きそうだったもん。どうも君らしくないな。アーロンが僕の立場だったら絶対こう言うよ。グズグズしてんじゃねえ、ぶっ飛ばすぞ。やっぱり。ルーク、俺たち一緒にヒーローになろう。約束だ。やっぱり過去にも合ってるんじゃないんですか。と、また一つ謎が解明されそうでされなかったところで、ミッションクリアでございます。ランクはやはり S。 素晴らしい。新エピソードも続々解禁と。サイドやバディね、これは再三言っています通り、クリア後に一気に見ようかなと思っております。どんぐらいの長さなんかは知らんけど、どんぐらい集まったんだ。あー、そうか、このあれか、6パターン分で、なるほど、16分の8、13分の5、13分の4、13分の5、13分の4か。サイドエピソードは、あ、もうほぼ集まってるな。あと2つだけだ。いいですね、調子いいですよ。さあ、ということで次回、バディミッションボンド、ミッション9、ゲームオブ4、4つのゲーム、怪盗ビーストことアーロンの帰還、それはボンドチームがルークをリーダーとした真のチームへと成長したことを示唆していた。アーロンをもう倒した、阪神機械の強敵イアンに勝利すべく、彼らは力を合わせて闇カジノへと挑むということで、
ついに闇カジノ編が本格化してまいりました。前々回から始まりましたが、いよいよイアンと対峙するために4つのゲームに挑むと、カジノのギャンブルゲームと武闘を合わせた闇カジノ、どうなっていくのか、イアン流の闇カジノね、楽しみです。ということで今回はひとまずここ辺で、ご視聴ありがとうございました。面白かったらよければチャンネル登録してってください。コメントや評価などもお待ちしております。 Twitter のフォローもお待ちしております。ということで、いやテンション高いですよ、めちゃめちゃ面白かった。次回も続きプレイしていきましょう。またお会いしましょう。バイバイ。